土曜日お忙しい中、来ていただきましてどうもありがとうございます。今回のトピックは、English Intelligence ということなんですけれども、これについては、後ほど詳しく、解説いたしますね。これは私の考えなんですけれども、その英語力を伸ばす上で重要な要素って3つあると思っているんですね。ではまず最初のですね、この英語自体の構成要素についてお話ししていきますね。で、文法知識、頭にある文法知識で、あと DRYVOC で、ING で、全知識で、みたいなのを、まあ、知識を適用することによって、砕いてあげて、知識を使ってあげることによって、リーディングができるようになっているっていうことですよね。ちょっと分析したことによって、やっぱりこの3つの運用から、すべての技能っていうのは成り立っているんだなということがわかりますよね。Which I think is important とか、いや、それはすごい重要だと思うんだけど、とか、こういうのは、まあ、私はすごい好きで使ってたわけですね。よくある質問としては、自分の文章が合っているのか、どうかわからないのに、文章を作っていいんですか。運用におけるスピードですね。なので、例えばリーディングだと、その早く読めない、読むのが遅すぎるとか、これちなみになんでこうやって分析しているかというと、どういう学習方法というか、どういう戦略で英語学習を進めていくべきかという考え的に、こういう分析をするわけです。じゃあ、どういうふうに起きるかというと、一つのパターンだと、自分が何、まあ、か書きました。これが writing ですよね。でここに私いますので、何かの質問とかあればぜひ来てください。どうもありがとうございました。